はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、私は春から新NISAを始めた投資初心者の30代の男です。今は余剰資金で三木谷先生も買ってる S&P500 をひたすら買っているのですが、私の知り合いはナスダック100の方がリターンがいいからナスダック100を買っていると言ってました。ナスダック100の方がいいのでしょうか。三木谷先生の意見を聞かせてくださいっていうことなんですけど、まあ、こういう感じのね、質問ね、最近ね、すごいよくされるんですよ。まあ、このコメント欄とか、あとインスタのメッセージとかでも、三木谷先生はナスダック100についてどう思いますかとか、ナスダック100いいですよねとか、S&P500 とどっちがいいですかとか、あとそれ以外でも、ファングプラスはどうですかとか、S丸X はどうですか。あ、S丸X っていうのは、ソックス指数っていうね、フィアデルフィア半導体指数っていう、のがあるんですけど、あとは NVIDIA、どうですか、三木谷先生買ってますかとかですね、まあ、あとインド株についてとかご質問ね、すごいいただいてるんですけれど、まあ、この質問者さんはね、投資初心者で、まあ、S&P500 買ってるんだけど、ナスダック100の方がリターンが高いからいいですかとかね、いう質問なんですけど、結論から言いますと、それね、意味ないからナスダック100とどうしようか悩むのね、それ意味ないから無意味だから、っていうのはですね、まあ、投資初心者なわけなんで、悩んで私ごときに聞くぐらいだったら黙って S&P500 買ってろっていう話なんですよ。まあ、それをね、詳しく説明させていただこうと思うんですけど、まあ、基本的に私はですね、長期投資をするタイプで、あんまりこまめにですね、デイトレーダーみたいに、なんですか、チャート見てね、上がってる、買わなきゃ、売らなきゃ、とかね、差し値で、とかね、そういうことはね、しなくて、まあ、本業がね、美容外科医なんで、ちゃんと本業に専念して、あとはまあ、長期投資、まあ、どっちかっていうと、ほったらかし投資っぽく、まあ、やってる感じでですね、あんまり忙しくね、チャート見たりとか、しないんですよ。まあ、そっちの方がね、いいんですよ、結局。結局、デイトレーダーでね、ちょこちょこ売ったり買ったりとかして、で、S&P500 とかオルカンとかね、インデックスファンドに勝ってる人って、本当にごく一部で、まめに売り買いしてる人の方が、逆に、負けてることが多いんですよ、インデックスファンドに。うん。なので、まあ、ほったらかしでいいかなと。まあ、僕自身も、そんなにね、まあ、暇ではないっていうのがあって、そんなにちょこちょこね、チャート見て売り買いするのもめんどくさいっていうのがあるわけで、まあ、私は長期投資派で、で、まあ、質問者さんもね、まあ、投資初心者で、まあ、NISAをやってるっていうことなんで、まあ、NISAってさ、基本的にさ、長期投資向けなんですよ。まあ、個別とかも買えるんだけれど、まあ、買える商品とか、特に積み立て枠なんか見ても、まあ、初心者でもぼったくられないように安心できるファンドを、まあ、長期保有してくださいと。まあ、そもそもさ、NISAって非課税の枠なわけであって、まあ、1800万円の枠があるわけですよね。まあ、1800万円の枠を埋めるまではまだいいかもわかんないんですけれど、まあ、例えば枠を全部埋めてしまいましたよと。で、買ってる商品がね、どん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 値上がりして、で、それを売っちゃうと、またその枠がさ、買った時の枠に戻っちゃうわけじゃないですか。ってなると、複利でね、どんどん膨らませるのがね、目的で長期投資するんだったら、あんまりね、まめにね、売り買いしない方がいいわけですよね。うん、やっぱりちゃんとね、限られた枠、まあ、枠全部埋める人と埋めない人がいると思うんですけど、まあ、枠が限られてるんで、なるべくまめにね、売り買いしなくて、ずっと保有してて、複利で膨らまして、で、最後に本当に現金が必要になった時に利益確定して、で、非課税でごそーっとね、利益を得るっていうのが、まあ、目的なわけであって、まあ、それ以外でもね、普通に特定口座でやってる人も、まあ、なるべくまめに売り買いせずに長期保有して、で、最後にどうしてもね、本当にお金が必要になった時に利益確定して税金を 20.315% 払うっていうのがいいわけであって、まあ、それをね、こまめに売り買いしてたらさ、利益が出て売ってってことをやると、その都度は税金払わないといけないわけなので、まあ、なるべく長期保有して、膨らました方が、
得するわけですよね、うん、っていうことなんですけれど、まあそうですね、結局、まあ、S&P500 を軸にやってるわけですよね、質問者さんは。で今さ、あの NISA 始めた人とか長期あの保有してる人ってだいたいオルカン派と S&P500 派に分かれて、まあ、僕は S&P500 が好きなんですけれど、まあ、理由は、まあ、今後もアメリカがですね、覇権国家として、まあ、基軸通貨も維持しつつね、成長していくだろうと、人口も、ね、増えていくし、イノベーションも起こって経済成長して世界の経済を引っ張っていくだろうと、まあ、今オルカンと、ね、S&P500 を比べると S&P500 の方がちょっと勝ってるわけじゃないですか。っていうのは、まあ、ヨーロッパとかさ、あと新興国でもあんまりパッとしない国が多いわけですよね。なので、まあ、アメリカ一国にかけた方が、まあ、長い目で見てもリターンがあるだろうと。で僕今49歳なんだけど、まあ、あと20年とか30年長期投資することになると思うんですけど、まあ、あと30年ぐらいはアメリカの覇権は続くだろうと予想してですね、まあ、オルカンよりも S&P500 の方が長期的に見ても勝ってるだろうっていう予測して、で長期ホールドするので S&P500 を買ってるっていう理由なんですよね。まあ別にオルカン派でもいいと思うんですよ。オルカンってさ、よく思考停止してるやつが買うとかね、あのバカにする人いると思うんですけど、思考停止していいんですよ、うん、オルカンだけ買ってればいいと思うんです。で、まめに売り買いしている人よりも結局思考停止している人の方が勝ってるってことがあるんですよ、多いんですよね。まあ結局現代ポートフォリオ理論にのっとってですね、リスクに対するリターンが、まあ、高いわけですよ、オルカンが。だから理論上はね、オルカンをひたすら買い続けるっていうのは全然ありだと思うんで、ただまあ、あの僕は S&P500 信者ですよっていう話なんですけど、で話戻るんですけれど、結局この質問者さんは S&P500 よりもナスダック100の方が今リターンが高いからそっちの方が得なんじゃないかっていう感じで、だったら S&P500 を買い続けるよりナスダック100を買い続ける方が正解なんじゃないかっていう、まあ短絡的なですね、あの投資初心者にありがちな質問だと思うんですけれど、まあそんなことをね、私程度にね質問してくるような人だったら、もう黙って S&P500 だけ買ってなさいって思うわけなんですけれど、まあそれはですね、まあ結局ですね、今は S&P500 にナスダック100が勝ってたとしてもですね、今後は分からないわけですよ。まあ、それ以外の、 あの S&P500 に勝ってるファンドいっぱいありますよね。ファングプラスとか S&P トップ10とか S丸X とかね、うん、ソックス指数ね、あとまあ一部のアクティブファンド、野村半導体とかインドインフラ投資とかさ、うん、まあインドのね、あれですね、センセックスとかニフティフィフティとかインデックスファンドも、まあ、S&P500 に勝っている時もあるんだろうけど、結局ルピー安なんですよ。経済成長する国って、あの自国通貨がですね、だんだんインフレでですね価値が下がっていくんで、まあ、すごい勢いで経済成長しててもルピーが安くなっていくんで、円ベースで考えると S&P500 に負けたりとか、することがあるんで、だからね、インド株もですね、別にスパイス程度にね、あのカレーのスパイス程度にちょこっと僕は持ってるわけなんですけど、まあ、基本は S&P500 なわけですよ。 S&P500 を持ってるだけでもインドの成長のね恩恵を受けることができるわけですよ。あの、ね、インド人がね裕福になれば iPhone 買って、あのアメリカのパソコン買ってアメリカの半導体の商品使ってってことになるわけなんでね、という感じでですね、まあ今 S&P500 に勝ってるファンドの方が得なんじゃないか、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうですね、議論が巻き起こってるわけであって、まあ、それなりの信念を持ってるんだったら、いやそれ買えばいいですよ。ファングプラスでも S&P10 でも、あるいは NVIDIA をね個別で買うとかね、 NVIDIA もすごい勢いで伸びてるわけなのでいいですよ。野村半導体でも買えばね、うん、だけどですね、まあ、何が怖いかっていうとですね、まあ、結局暴落した時が怖いわけですよ。まあ、結局S&P500 に勝ってる商品ってハイテク系の株の比率が高いんですよ。半導体とか、あるいはそれ以外の何ですか、あのマグニフィセント7とかの比率が高いから S&P500 に勝
勝ってるわけなんですよね。だから今後もハイテクがどんどん伸びるからこっちの方がいいじゃんって思ってると思います、皆さん。そういうの買ってる人はね、まあ、特に半導体とかなんだけれど、じゃあもし暴落したらどうなるのって話をしますと、暴落した時は S&P500 が暴落するよりもはるかにハイテク系の比率が高いファンドとかの方が大きく暴落するんですよ。じゃあ例えばね、もう恐ろしいリーマンショック級か、あるいはそれを超えるようなですね、大暴落が起こるかもわかんない。でその場合ね、仮に S&P500 がね、50% 暴落したとすると、ハイテク系の比率がね高いファンドはですね 70% とか、あるいはそれ以上ね暴落するかもわかんないんですよ。となるとそこからまた時間かけてリカバーしてね、回復して元の値段に戻るまでにものすごい年月がかかるわけですよ。仮に S&P500 が5年で戻るとしても、ハイテク系の比率が多いとね、暴落の幅が大きい分、その 1.5 倍とか2倍とかね、かかるかもわかんないんですよ。だから最悪ね、10年とか15年とかね、あるいはそれ以上回復するまで時間がかかるかもしれないんですよ。こうしたらね、まだこの人30歳だからいいかもわかんないんだけど、まあ、それまで待つの大変ですよ。なので、まあ、僕の年齢とか、まあ、アラフィフでそんなね暴落してリカバーするまでね、15年とか20年とかね待てないですよ。その頃にはもう寿命が来て死んでるかもわかんないし、お金使う気力もなくなってるかもわかんないわけですよね。うん、という感じですね。じゃあなんでハイテクの比率が高いとそれだけねリスクが高いかっていうとですね、例えばまあ S&P500、その500社全部バーッと見て、見たことがある人だったらわかると思うんですけれど、まあ、ハイテクだって一通り入ってますよ。マグニフィセント7もね入ってるわけなんですけれど、まあ、社会インフラ系の企業が多いわけですよ。まあ、食品、日用品、製薬会社、電力、ガス、鉄道とか、まあ、そういうね社会インフラ系の企業っていうのはね、ディフェンス銘柄って言うんですけれど、まあ、不景気で大暴落しても、比較的下がりにくいんですよ、株価が。で、それなりに、業績があって利益が出たりとかするわけなんで、まあ、S&P500 っていうのはディフェンス銘柄が、ハイテクが少ない分多いんですよ。で、これがまたナスダック100とかだとね、ハイテクが半分ぐらい占めてるっていう状態になっちゃうわけですよね。まあ、あとそれ以外でも、まあ、景気敏感株っていうのもあって、まあ、小売りとか旅行とか、あと鉄鋼とか繊維とか、工作機械とか、まあ、そういう景気敏感株も S&P500 にも入ってるわけなんですけど、ただまあハイテク重視でいくと、もう暴落の時がとにかく怖いんですよ。なので例えばね、今後ねインターネットバブルの時みたいなことがね起こるかもわかんない。いや、僕多分起こると思うんですよ。まあ、なのでもし起こるとしたら半導体バブルとか AI バブルとかがね起こると思うんですよね。っていうのはインターネットバブルの時って、そのネット産業がガーッと盛んになって、みんながハイテク系ネット系の株をですね買ったんですよ。 IT 系の株を、あ、これから IT 系伸びる、俺も買おうってね、本当になんか得体の知れない IT 系の株でも何でもいいからどんどん買って、でその実態以上の価値になっちゃったわけですよ、バブルなので。なので気づいた時にはそのですね実態経済以上の価値になったのがドーンとね暴落して下がってね、バブル崩壊したわけですよ。そうなるとやっぱりそこからまた回復するの大変で、まあ、その後またリーマンショックがあって、また暴落して、で、回復するまで。で、S&P500 でもね、回復するまで13年ぐらいかかって、で、またナスダック100だともっとかかってるわけなんですよね。やっぱり、ハイテク系の比率が高いからね、暴落がドーンと来て、回復するまで長いわけですよね。まあ、そういうリスクがあるわけなんですよ。うん。なので、まあ、いいですよ。別に、ナスダック100とか、ファングプラスとかね。NVIDIA を買ってもいいんですけれど、今ね人気なんですよ、ハイテク株って。で、場合によってはね今がバブルに近い状態かもわかんないんですよ。で、今買うぞーってね、みんなが、これ絶対得するから買おうって状態で、ひょっとしたら今買うと高値掴みになっちゃうかもわかんないですよ。で、高値掴みでね思いっきり高い時に買って、
その後ボーンってね大暴落してね、7割とか、暴落したらねもう目も当てられないですよ。まあ、その時の覚悟があるんだったら買えばいいんだけれど、その覚悟がないんだったら、まあ、S&P500 だけ買っときなさいっていう話なんですよ。じゃあ僕はどうしてるかっていうとですね、 S&P500 を軸にして、あとちょっとねスパイス程度でインド株とかファングプラスとか S&P10 とかね S丸X とか買ってるっていう程度で、まあ、ほとんどがねあれです S&P500 なんです。まあちょっとおまけ程度にスパイス程度に買ってるっていうくらいなんですよね、うん、なので、まあ、基本さその投資っていうのは安い時に買って高い時に売って、でそれで儲けるわけじゃないですか。なのでね別に半導体でもねファングプラスでもねナスダック100でもそれができる自信があるんだったらいいんですよ。今買ってで値上がりして、あこれから下がるなって予想した時にボーンと売って利益出して、で予想通り暴落したって、で暴落したらまた買い増ししてとかね、で買って底値で買って、でまたガーッと上がって、あ一番今天井だって今売るぞってね、そうやってね上手にできればいいんだけど、そんなのできる人ね世の中でごくわずかなんですよ。なのでそれやる自信がないんだったら S&P500 だけあなたはね買ってなさいと、そういう理論でございます。はい、という感じですね。結局投資っていうのはリスクが高ければ高いほどリターンが多いわけですよ。なので S&P500 じゃなくてねナスダック100とか S&P10 とか S丸X 買うんだったらリターン大きいですよ今。ただそれだけリスクが大きいっていうことをしっかり覚悟しないといけないので、それをコアにするのはまあ普通はまあおすすめできないですよね。よっぽどのリスクを覚悟でね大金つかみたいっていうギャンブル的な感覚だったらやってもいいんだけど、まあちゃんとね堅実にお金を膨らましたいんだったらやらない方がいいんじゃないかなって思いますね。なので結局ね例えば僕の知り合いの富裕層とか見てると、まあ、僕より年上の人が多いんですよ。60代とか70代の人で富裕層 で年齢もいってて、まあ、そんなに寿命もないわけですよ。10年とか20年生きられるかなっていう人だとやっぱそれだけねリスクを取らないから、だから S&P500 とかねそういう株のねファンドも持ってるんだけど、それに加えてやっぱり債券とか金を持ってるんですよ。債券とか金の方が株に比べるとですねそのあれですよ利回り低いんですけど、でもリスクは低いわけですよ。で例えばね富裕層の方で S&P500 とアメリカの国債のあれですよノンストリップなんですか、ストリップ債のねゼロクーポン債の20年とか30年とかの期間があるやつを買うんですよ。で国債と株を半々ぐらいで持ってると、まあ、それだけねリターンは少なくなるんだけどリスクも低くなるわけですよ。大暴落した時でも耐えられるわけであって、逆に株が大暴落したらですね、まあ、景気が悪くなってるわけですよね。そうすると金利が下がるわけですよね。で金利が下がるとですねそのアメリカの国債の値段がね上がるんですよ。まあ、場合によっては 30% ぐらい上がるわけですよ。で株は暴落してるので、まあ、その時に 50% 持ってたうちのね米国債をある程度売って高く売れるでしょ。でその高くってね入ったお金って大暴落している株を買って、でまたその株が上がればですね大儲けとかね、まあ、それぐらいやってるわけであって、まあ結局投資ね攻めるか守るかなので、まあ、あんまり攻めすぎない方がいいんじゃないですか、特に初心者の方は。ということで、あなたは S&P500 だけ買ってなさい、その方が自分のためですっていうお話でした。まあそれだけねハイテク系の比率を高めるってことはね危機感持った方がいいよ。うん、厳しいから、厳しいって。ということです。ご視聴ありがとうございました。